そっか、仕事疲れ。言いたいことはわかるよ。そういう時って何もかもほっぽり出してさ、自然に身を委ねたくなっちゃうんだよね。実はさ、俺もそうだったんだ。あのね、就職したての頃なんだけど、仕事でミスしたことがあって、取引先にメールを送るだけのことだったのに違う相手に送っちゃったんだ。周りはさ、そんなに俺のことを責めなかったんだけど、すっごい落ち込んじゃって、メールすらまともに送れない自分がすっごい嫌になっちゃって、ちょうど次の日休みだったからふらっと山を見に行ったんだ。目の前にそびえるでっかい山とか、延々と流れ続ける川とか見てたらさ、落ち込んでた気持ちとかどこか行っちゃって、それからだね、一人キャンプするようになったの。ってごめん、自分語りしちゃった。しあさってからはもう仕事でしょ。なら今日は思いっきり愚痴ってすっきりしなよ。遠慮しないでって。ほらほら、そうやって無理に年上ぶらないの。いいから話しなよ。俺ちゃんと聞くよ。聞くだけしかできないけどね。だから話して。そっか、そんなことがあったんだね。なんかわかるな、その気持ち。俺だって同じ立場になったら頭にくるし、もしかしたらその場で文句ぶちまけちゃってたかも。むしろそこでぐっとこらえられるのってやっぱり大人だよね。にしてもダメな上司ってどこにでもいるんだね。他にもまだ何かあるの？ああ、いるいる、そういう人、俺の会社にも。自分が入った頃はああだった、こうだったって延々と言い続ける人ね。そもそもさ、時代が違うわけじゃん。やり方だって変わってるのに、効率悪いやり方支持するんだよね。で、ちょっと反論しようものなら、ネチネチ言ってくるの。そっちの会社も毎日毎日そんな人たちの相手してたら、ほんと自分がどうかなっちゃうでしょ。頑張ってるね。何驚いてるわけ？俺がこんなこと言うのおかしい？そりゃ言いたくもなるでしょ。ま、そっちに比べれば残業も少ないし、バリバリ仕事してるわけでもないガキが何言ってるんだって思うかもしれないけどさ、ねぎらいの言葉ぐらいかけさせてよ。ね。昔っから頑張り屋さんだったからさ、結構仕事でも無茶しちゃってるんじゃないの？それに弱音とかも吐かないしさ。俺ずっと気にしてたんだよ。都会の会社に就職したって聞いて、不満とかそういうの全部一人で抱えちゃってるんじゃないかなって。俺の考えてた通りだったね。辛かったでしょ、今まで誰にも何も言えなくて。疲れたなら、自分が弱ってるなら誰かに頼ればいいのに、絶対そんなことしないもんね。今日は思う存分俺に頼って。まあ仕事じゃないけど、少しは息抜きしないといいんだよ。仕事はさ、一人でするもんじゃないでしょ。自分一人で気負う必要もないんだから。限界になる前にきちんと周りと相談しなよ。よくやってると思うよ。誰も知り合いがいない場所でずっと仕事しててすごいことだよ。
この連休が終わっちゃったらまた都会で働く人に戻っちゃうけど、もしまた辛くなったら俺に電話でもして。本当話聞くことしかできないけどね。そっか、聞いてもらえるだけでも嬉しい。なんかそう言われると照れるね。まあそんなこと言ってもきっとあっちに戻っちゃったらまた一人で頑張っちゃうんだよね。そりゃわかるって、小さい時からずっと見てたんだから。あんまり無理しないでね。また驚く。だってさ、そんな仕事の話聞いたら慰めたくなっちゃうよ。昔は俺が泣いてたりするとこうやって俺の頭ポンポンしてくれたよね。だからあの時のお返し。恥ずかしがらないでよ。髪柔らかいね。なんか気持ちいい。すっごくいい匂いだし、もっとこうしてたいな。おやばい、火加減調整しないと。あ、ねえカレーちょっとかき混ぜて。あ、蓋熱いから気をつけてね。ほら大丈夫？やけどしてない？赤くなってるじゃん。ちょっと冷やそう。痛い？ごめん、俺がやればよかったね。色白いからさ、すっごい目立つじゃん。跡が残らなければいいんだけど、跡が残っちゃったらさ、俺が責任取るね。なんちゃって、カレーは俺が見てるからもう少し冷やしてて。なんかそう改まってお礼言われると恥ずかしいね。どういたしまして。しっかり冷やすんだよ。おう、カレーは大丈夫そうだね。ご飯もいい感じ。あ、いいからおとなしくしててよ。いいのいいの、遠慮しない。ねえ、すっごくいい匂い。やっぱ格別だよね、キャンプのカレーって。あ、懐かしい。そういや前にもこうやってカレー作ったことあったよね。ほら子供会のイベントで一緒にキャンプ行ったことあったじゃん。あの時はそうだった、俺が調子に乗って手伝おうとしたら火傷したんだよね。で水で冷やしてくれて。俺が中1の時だったっけ。あの辺りからだよね、なんとなく離れてったの。ま、昔話なんかより今の話しよっか。二人ともあの頃の子供のままじゃないわけだし。はい、どうぞ食べよう。おいしい。料理上手な誰かさんが作ってくれたからかな。そう謙遜しなくたっていいんだよ。カレーなんて誰が作っても美味しいだなんてさ。最初はキャンプについていくって言われて困ったけど、一人のキャンプとは違う良さがあるよね。誰かさんと一緒だから楽しいのかな。ちょっとむせないでよ。はあ？変なことなんて言ってないでしょ。だって俺本当に思ってるよ、一緒にキャンプ来れてよかったって。話聞けてよかったし。
別に愚痴聞くのが趣味じゃないけどさ、俺に話すことによって気持ちがすっきりするなら俺嬉しいもん。いいんじゃない、いつもは都会で仕事ばっかりなんだから。たまの休日、年下の幼馴染に甘えたってさ。さて、鍋と飯盒、水につけてこようかな。ああ、ゆっくり食べてて。あれ？なんか雲が広がってる。まだそんな暗くなるような時間じゃないし。あ、やば。ねえ、雨降ってきちゃった。まあ屋根ある場所だから大丈夫だろうけど、これ以上強い雨になっちゃうとやばいかもね。ロッジ行く？後片付けは雨が止んでからにしよう。はい、手貸して。さっきも思ったけど、手ちっちゃいよね。なんか可愛い。照れない照れない。よーし、ロッジまでダッシュ。